はい、では先ほど、ステップの、基本の一番大切な最後のこの一歩のステップですね、この一歩のステップを先ほどやりましたけども、じゃあそれを実際、ネットで、入っていくときにどういった、スピード、力の伝え方、などがいいのかというところを具体的にお話ししていきたいと思います。まずは、スピードですね、入っていくスピードというものを、お話ししていきたいと思います。当然スパイクというものは、横方向に助走してきたものを縦方向に力を変えるという動作ですので、当然こちらのスピードが速ければ、速くてそれをうまく縦方向に変換することができれば、この横のスピードというものは非常に、有利なものになってきます。しかし、ジュニアの子たち、子どもたちというものは当然まだ筋力というものは非常に強くないですし、体幹まだ弱いですし、自分のスピードでじゃあ全速力で 100m 走を走るような全速力で走ってきてしまえば、当然自分のステップのでは耐えきれず前に飛んでしまう。これは当然考えられることですね。ですので、子どもたちに対して指導するときには、このスピードというものをしっかり、自分の最適なスピードというものを覚えてもらうというところをしっかり指導していただきたいと思います。では、モデルの方たちを使ってですね、実際どういうステップで入っていってるかというものを見ていきたいと思います。じゃあモデルの方お願いします。ではですね、ステップのスピード入ってきますけれども、まずはステップのスピード、どういうスピードが最適かというものを知ってもらうために、最初はすごくゆっくりですね、踏み切りもゆっくりのスピードで入ってもらって踏み切りしてもらいたいと思います。ではお願いします。はい、ステップのスピードがゆっくりですと、やはり力は最終的に蹴る力が当然弱くなりますので、遅すぎると今のようにしてジャンプはしにくいという形になります。で次は、全速力の、スピードで入ってもらって、ステップのスピードというものを見てもらいたいと思います。はい、ではお願いします。はい、全速でいきましょう。そうですね、はい。はい、今のように全速で入ってしまうと、先ほどもお話ししたようにステップの力を止めることができませんので、どうしてもジャンプの力が、横の助走の力が前につんのめるような形になります。はい、では、次、今最初と最後、やった最初の全速とゆっくりの間のスピードで、はい、しっかり入ってもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、はい、はい、ありがとうございます。今見ていただいたように、3種類のスピードのステップ、当然、スピードが遅ければ遅いで、やはり踏み切りというものは力がどうしても弱くなりますし、次にやった全速力で入ったスピードというものは、これは先ほど最初に言ったように子どもたちのような脚力、体幹が弱い選手に関してはどうしても我慢ができずに、先ほどのやってもらったように前にこうつんのめてしまってネットタッチをするという状況が多く見られます。ですので、子どもたちに指導していただく場合には、このスピードというものの定義はありません。強いて言うのであれば、子どもたちが一番できる速いスピードで、なおかつそれを縦方向にしっかり持っていける自分のスピードを見つけさせるということが必要ですので、今やったように極端に遅くして、次は極端に速くして、その間をイメージして、ステップを入れさせてあげるという形にすると、ステップのスピードというものが先ほど言ったようにしっかり横のスピードのものを縦に変換するということが、しやすいと思いますので、大げさにゆっくり飛ばせて、大げさにスピードを速く飛ばせて、でなおかつその次はその間を取らして、そのスピードでどんどん覚えさせていくというやり方をしていただければ、ステップのスピードというものがうまく力を伝わったステップというものになってくると思いますので、そういう指導をされてみてください。